みんなの大好きな踊っちゃいる笑っちゃいる、そして何よりももう一人で笑顔になれる動画の時間がやってまいりました。今日もロボと、もちろんボボ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 ボスと一緒に楽しく、皆さんが楽しく笑顔になれるような内容で元気よくお送りしたいと思っております。ボスは今もうまつげでパチ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 やってくれましたね。もう両手ね使えないね、ボスは。あ、ボスじゃないと、ボスで監督が、監督ボス、うん、間違えちゃった。こっちなんかね、むちゃぶりもすごいからね、だんだん監督がボスになってきて、監督ボス違います、ボス大ボス違う、小ボス、大ボス、大ボス、大ボスになってきました。監督がなんか本当にもう無茶ぶりがすごいので、はいですね。さあ、今日の内容はですね、そう、あれですね、監督、ハーフステップですか。そうです、ハーフステップを、やりたい方が、はい、ね、リクエストがありまして、そうやってね、どんどんアイデアいただけると、僕らもどんどんもう監督も目が炎になってる、どんどん熱苦しくなるから、はい、皆さんど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 んそういうのをどんどん送ってください、やりたいって。ハーフステップですね、ハーフステップですね。ハーフステップってあなたには分かるの？あ、分かってるか、して分かってるか、舐めとんのか、それはでも分からない方もいっぱいいるので、いいですかね、説明して、分かるのにね、すいません。ハーフステップっていうのは丸ごとのステップ、1番踏んでみましょうか。じゃあこっちの足から、1回サイドステップ踏んでみましょう。1、2、3、5、6、7、5、6、7までで丸ごと1つです、1ステップです。もう1回今の踏んでみましょう。1、2、3、5、6、7、今これをご覧になっている方たちもやってみてください。皆さんも一緒に、せーの、1、2、ストップ。今こっちの足は1、2、3でしたね。次の残りの5、6、7を踏んでみましょう。せーの、5、6、7、1の足はこっちの足ですね。5、6、7の足はこっちからですね。そうすると今から僕ハーフステップやりたい、丸ごとのステップの半分もやりたいんです。半分がやりたいので、今からこのサイドステップのハーフだけをやってください。せーの、1、2、3、5、6、7が余ります。5、6、7は音なってますね、音は勝手に止まったりしませんので、途中で曲は5、6、7が鳴ります。僕らはこの5、6、7でサイドステップ以外のものを入れて、こうやって重ねてハーフステップっていう技を皆様に今から教え、皆様にちょっと皆様に教えしたいと思います。ハーフステップです。今からハーフステップね、2個のステップやらないと、ハーフステップでは遊べないので、
今からこの2つ真似してください。ではいや皆さんも胸に足でやってみてもらいたいので、背中を向けてみましょうか。そしたら今からね、先ほどまでこっちから右からあのステップ踏んでもらいます。まず今日の1番目のステップ、サイドステップを踏んでください。せーの、ワン、ツー、丸ごと、エン、ファイ、シックス、セブン。もう一回、ワン、ツー、スリー、エン、ファイ、シックス、セブン。できました。それではもう一つ踏んでいきましょう。今日の2番目のステップ、ベーシックのペアステップです。右足後ろ、左足前、ファイ、シックス、セブン、ワン、ツー、スリー、左前、ファイ、シックス、右後ろ、ワン、ツー、スリー、エン、ファイ、シックス、セブン。1番目のステップ、ファイ、シックス、セブン。今日の1番、もう1回だけ、トゥー、トゥー、トゥー、ファイ、シックス、セブン。そして最後に今日の2番目をやってみましょう。今日の2番目のステップ、ファイ、シックス、セブン。ワン、トゥー、トゥー、ファイ、シックス、セブン。トゥー、トゥー、トゥー、ファイ、シックス、セブン。で、ハーフステップはどこ行ったのと思っているあなた、今からこれ説明しますね。今から1の半分だけを踏んでみてください。5、6、7、1、2、3、ストップ。今から丸ごと2を踏んでみてください。1から、せーの、1、2、3、5、6、7。見ました?今、5、6、7、この足でしたね。もう一回お願いします。5、6、7だけを。せーの、5、6、7。1の半分。5の半分を踏んでみてください。せーの、1、2、3、5、6つけて、1、2、3、5、6、7。素晴らしい。これがハーフステップですね。ハーフステップの1と2だけを曲と一緒にやってみましょう。素晴らしい。では音を確認したいので、そうですね、こっち右のサイドステップやってみましょう。曲と一緒に、1、2、3、5、6、7、1、2、3、5。まずテンポはこれですね。どうですか?いいですね。5、6、7、1、2、3、5、6、7、1。OK。2番もやってみましょう。2番、右後ろ。5、6、7、8、1、2、3、5、6、7、1、3、5、6、7、1。こういうテンポですね。何もそうですか。それでは1丸ごと、そして2丸ごと1回ずつやってみましょう。まず1から、5、6、7、8、1、2、3、そして後ろ、1、2、3、5、6、7、1、2、3、そして2繰り返し、はい、向かいサイド、1、2、3、5、6、7、1、2、3、5、6、2、1、1、2、3、5、6、2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 、1、2、3、5、6、
だけ左だけ前半分ずつ右から5678123212の半分2の半分1の半分2の半分ラスト OK もう1個増やしましょうか寂しいのでもう1個増える1丸ごと踏んでも2丸ごと踏んでもどれも素敵なステップですなんだけどハーフステップになると何か寂しいあっという間に終わっちゃうもうちょっとなんかややこしいことやりたいかっこよく踊りたいめちゃめちゃできる感を出したいそのためにステップを増やすしかないんですね増やしましょう今日の1そして2をやりましたが今から3をやってもらいたいと思いますこっちの足から軽く足広げてバックステップバックステップクンビアステップせーのバック戻るバック戻る and 1,2,3 and 5,6,7 and 1,2,3 and 5,6 stop で今広げてって言ったのはまあくっつきすぎてると出しにくいので
まあ広げすぎなくても大丈夫です。足と足が当たってなければただ楽なだけです。これでこのクンビアステップやってみたいと思います。ではもう一回真似してください。それではみんなでちょっと右足からやってみましょう。軽く広げるね、くっつけない、軽くこう離れてると楽。いきます、右から、せーの、1、2、3、5、6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 、1、2、
ップの場合は1は1の11番目のステップの12番目のステップの5そして3番目のステップの1を使って踊りたいと思います。123をハーフステップでやってみましょう。やらない方がいい。今カメラ動いちゃうからね、すべて監督ね、ちゃんとおとなしくしてください。監督はすぐ折り上げられるから、監督最近もう我慢できない。我慢してくださいでは行きます。ハーフステップ、5 6 7、1 2 5 6 7、and 1 2 3 and 5 6 go、 1 2 3 5 6 7、 1 2 3 and 5 6 go、 1 2 3 5 6 7、 1 2 3 and 5 6 7。 どうでしたか、ついてこれましたか。ん、簡単すぎるって。簡単だって難しくします。責任持って難しくします。もう足りなかったね。こんな1,2,3で終わりじゃないか。こんな動画手に出てねえ、もったいないよね。もう1個入れちゃいましょう。じゃあボス回りますか。回っちゃいますか、ボス最近ボスめっちゃ回されてるからね。もう他の動画見ていただければもうボスね、今日も回るのかなってドキドキしてきてると思うんだけど、ボス今日も回るよめっちゃんこ目回して書いてるね、毎回ボスを。なんだけどこれ見てる方は目回してほしくない。回る、今から右に1回回りたいと思います。そして回り方は今から3から5,6,7 で回りたいと思います。めっちゃ急に片言になったね、日本語めっちゃ下手だね。よし、体で教える、体で伝えます。真似してください。よく見て、5,6,1の半分、2の半分、3の半分の後ちょっと勢いをつけて低くね、手で回ってほしい。よいしょ、反対に戻って、右ばっか回るとね、あの頭が回る、あの回るから、脳みそが回るから、脳みそを元に戻すために左に回る。せーの、よいしょ、はい、脳みそ元通りになりましたね。この2個のターンも入れたいと思います。ターンの時はよく滑るといいので、もしこれ靴下でやってる方がいれば、あなた賢い、靴下の方が滑るのでやりやすいんです。あの滑ってください。もうよいしょーって、反対もよーって回ってみてください。最後に必ず足を広げてくださいね。この方がバランス取れるので、締めちゃうと倒れちゃうから気をつけてね。では今から曲なしで1,2,3と謎のターン2個を入れたいと思います。締めってやつですね、これはね、締めのターンですね。まず1の半分、せーの、1,2,2,5,6,7 2,2,3 and 5,6,7,8 1,2,3,4 5,6, もう一回1,2,3,2,5,6,7 8 2,2,3,4 5,6,
1、2、3、4、5、6、7。広げてから、広げて終わると楽ですよ。広げてから、バランス取ってから閉じるのがポイントです。これを100回やってみましょうか。逆に100回やってみないそうです。5回ぐらいやってみましょう。まあ、めっちゃ顔が顔でゴーって伝わった今ね。皆さん大丈夫です。5回やってみましょう。5セット曲と一緒に踊ってみよう。まあ100回って言ったけど、監督が顔が5回って顔を出したんだけど、今やろうとしたら5回も多いじゃないですかって言われたので5回やろう。最後フラフラでもいいから頑張ってついてきてください。途中で気持ち悪くなったりしたらやめてください。僕らはやります、やります。兵隊様やります。僕らもほっとした話。5、6、7、8、9、10。
引っ張る、イエーイ。反対も5 6 7 5 6 7 8、 あと3回 5 2 and 5 and 1 3 5 7、 あと2回 7 5 and 1 5 6 7 and 2 and 5 6 7 and 1 and 5 6 7、 ラスト6 7 8 and 1 2 3 5 6 7 and 1 3 6 7。 いかがでしたでしょうか。このイメージ、意図を持って踊る、自分の足を見えない糸で引っ張るっていうやり方はいかがでしたでしょうか。どうでした、このイメージですけど、ね、でも今日は、今日の内容は本当はこれで終わりなんですけど、いつものようにね、ちょっとおまけ、今日のおまけは今日のでかいおまけ長いおまけです。皆さん、まだまだ終わってません。ちょっと長いおまけで、今からですね、これを例えばぜひまず1個目、これを見た後にやってほしいことがあります。今は1、ここからでした。単純に5前でした。1、ここ、そしてターンは右側、そして左にもやりましたが、ぜひ反対、まず1個目ね、やってほしいのはお家で反対側も練習してみてほしいんですよ。こっちの足から1 5は前、1 A 左に回る、難しいでしょ、右に回る、すごい脳トレになるので結構難しいんですよ。これぜひちょっと遊びで今から一緒にやってほしいですね。頑張ってついてきてください。5 6 7、こっち、次あっち、後ろ、勢いをつけて、はい、左に回る、そして右にも回る。わお、いかがでしたでしょうか。特にこれ男性の方やってほしいんです。なぜかというと、それはまたちょっとオチを後ほどお勧めします。あ、手もありましたね。こっち、次ここ、次ここ、えい、両足を拾ってシュー、両足を拾ってシュー、もうぜひぜひ練習してください。なんで今これをやったかというと、ベアダンスでただただ僕らが回して回ってもらうだけではなく、完全に離されるシャインっていうのがあります。女性の方、もしこのシャインのチャンスがあればぜひぜひやってほしいことがあります。シャインで落ち着いてワンベース踏む、僕らは全然近寄ってこない、もう一回踏んでみる、僕らがね、急になんかやりだした、一人にされました、わあどうしよう。ぜひ今のやつを使ってみるといいですよ。ベイシー、あ、こいつなんか一人なんかやってるな、ほっとかれちゃったな私って思ったら、今のやつやってください。一人でシャイン、ワン、ファイ、ツー、ファイ、ワン、エンファイ、シックス、セブン。ちょうどね、これぐらい相手パートナーが迎えに来たりしてくれることは多い、そんなに長くほっとかれることがないので、これぐらい派手で短いシャインステップとしてぜひ使ってみてください。で、まだまだ私はしゃべりますよ、やめません。うん、その切り出そうな顔してもう切り出そうな顔してやっちゃうか綺麗にやってもらいたいね。糸を中指からつながってると思って、ここで編むぞ、こっち向いてね、切る、ここも中指から中指で押す、中指で拾う、
中指で拾うとかをやると綺麗です、レイです。中指を使って派手に手を動かすと綺麗に決まります。で、メンズこれやるととってもキモいので、お気持ち悪いので、メンズはもうちょっとこう太鼓叩いてるような感じで、ウンバウンバな感じでやってもらえると思います。やってもらえるといいと思います。だけどメンズはこれやるならワンが反対ですね。例えばベース僕らここからですね、ワン、ツー、スリーで一個待ってから、ここワン、ファイ、ワン、ファイ叩いてドンぐらいでやるとめちゃめちゃ楽しいと思いますよ。ファイ、シック、セイ、エン、ワン、ベース、シック、ワン、ツー、スリー、今日のコンビネーション、ワン、ファイ、ワン、ファイ、ワン、ファイ、エン、ワン、ツー、スリー、エン、ファイ、シック、セブン、ワン、ツー、スリー、エン、ファイ、シック、セブン、ワン、ファイ、ワン、ファイ、ワン、ファイ、エン、ワン、ツー、スリー、エン、ファイ、シック、セブン。ぜひぜひこれもお家で練習してみてください。今日はボスもロドも監督も久々の、実は久々の動画撮影だったのでとても緊張しておりました。いや嘘でしょいや久しぶりで嬉しかったです。皆さんもこれ、この僕らも今楽しくやったので、この楽しさが毎回毎回伝わると僕らもとっても嬉しく思います。いつもありがとうございます。それではまたどこかの動画 でお会いしましょう。めちゃめちゃ噛んじゃったね。さようなら。とっても可愛らしいやつ。